市議会議員の川口博史です。今回は福岡城の天守閣みたいなものについてお話をさせていただきます。花見も近づいてきて、で観光客も来る中で、観光の目玉ないのかということで、いろいろなところからの要望もあって、福岡城址に天守閣は作れないのかという話がずっとありました。しかしながら写真も図面もないので、そういうルールにのっとっては作れませんよという状況、勝手にもう電線ももうちょっと浅く掘るのもダメということでございました。しかしながら、市の方は何かできないかなということで、まあ、ライトアップといろいろなことを考えておったんですけれども、商工会さんからの 要望もありまして、市長の方が思い切って、天守閣もどきというか仮設、作って、その期間だけあってまた撤去すると、本来は他のことをするようだったんですが、これをやっぱり委員会にちゃんと説明すべきかなと。説明もなく仮設を作りますよと。で4000数百万かかると思います。で今年度予算では来年もしますよと。しかしもう少ししっかりと良し悪しは次に置いといても、まず市長の思いだけでやるのはいかがかと。本当に形も違うんじゃないかとかですね、再現が元がないわけですから再現もできない。それは、いかがなものかっていう話もあります。私はいろいろトライして、市長が、ちょっとやってみたいの気持ちはわかるんですが、やはり一人で決めるんじゃなくて、ちゃんと委員会がありますので、そこでいろいろ賛成反対含めて話し合って進めるべきと思います。そういった中で議会では、それの修正案も、宿泊税の方から、お金を当てるというのはもうやめたがやめて、一回やるにしてもとど、まって、検証すべきじゃないかとか、本当にいいかどうかというのを議論すべきじゃないかとありました。それがないちょっとやり方がですね、非常にまずかったなと。できればありがたいし、非正規じゃないところでそういう形を作るのはいいんですけど、史跡の中で史実に基づかないものを再現、まあ、そういった例というか過去に作ったのにはあるらしいんですけれども、ちょっと唐突かなと思ってます。まあ、できればみんな、喜ばれるかと思うと思うんですけれども、税金を使ってやるわけですから、しっかり、議会で揉んでですね、話し合いして、いい面悪い面どうだと、そして本当に、これで大丈夫なのかやってやるべきかなと思っております。これでちょっと委員会、私はこの委員会その委員会ではなかったんですけれども、ちょっとやり方としてどうかという話もありました。ただ、まあ、議会も市長もなんとかなんかやれないかという思いは分かります。まあ、改めてですね、私は、ありきじゃなくて、しっかり、議論して、どういうやり方ができるのか。例えば VR とかで、画像で見れるということも今あります。これは奈良の平城京跡でも立派な施設ができて、そういったものも導入されてます。まあ、いろいろなですね、あり方をやっぱりみんなで議論していくのが議会、じゃないかなと。預かったお金ですから、しっかりそこの手順間違えないように、進めていきたいと思います。